はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は提督の決断法パープキット続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、ジャワ島攻略戦、敵の艦隊が出てこなかったことによって、攻略に成功したわけなんですが、今度逆にですね、おそらくなんですがアメリカ太平洋艦隊が進出を図ってきているんじゃないかということで、その迎撃作戦に打って出たいと思います。で、出撃する艦隊なんですが、日本の方からは、まず第一艦隊、今ご覧いただいている第一艦隊ですね、こちらが戦艦長門、陸奥で、さらに第二艦隊、こちらには戦艦伊勢、日向等々ですね。で、さらに第五艦隊には戦艦大和投入ということで、3個艦隊を持って迎撃に向かいたいと思います。では早速プレイの方始めていきましょう。で、迎撃戦なんで基本的にはですね、この中央にある航空基地の周りに艦隊を集結させて、ここで敵を迎え撃つというのが一番いいかなというふうに思っています。ではプレイの方始めていきましょう。では早速なんですけども、偵察機を飛ばしていきましょうか。敵のね、発見が第一ですからね。どこに敵の艦隊が潜んでいるかわからないと。おそらくこっちの方なんでしょうけどね、進出してくる方面としては。ただ敵がどこから出てくるかわからない中、迎え撃つというのもね、なかなか骨が折れるというところもありますからね。ちょっと団子になっててあんまり良くないな。さあ、敵の艦隊はどこにいるんだ。まだ艦隊の発見の報告が上がってこないですね。念のため北側も紹介しておきますか。万が一ということもありますからね。あとは基地からも出しましょう。全然出てこないからな。敵艦発見、敵艦発見だ。さてさて、敵艦発見したぞ。敵は上部から進出だな。ちょっと待ってくださいね。先に航空戦力で、航空攻撃を仕掛けないとまずい。団子になってる場合じゃないぞ。分かってるよ、分かってる分かってる、敵発見してるのは分かってるよ。さあ、では城、城ではない、ついつい、信やぼの話になっちゃいましたね。敵の航空戦力が出てくる前に、まずは敵の空母を無力化しておきたいので、
先に空母を出しましょう。空母じゃない、艦載機を出しましょう。なんかかなり焦ってるな。あとは、ちょっとかなり団子な感じになってるな。あんまりいい状況ではないけど、しょうがない。航空攻撃隊はどんどん出しましょう。この辺が団子になっててうまく動かせてないな。もったいないですね。さあ山本五十六大将も出撃させていきましょう。かなり操作に焦ってしまってますが、まずは敵の空母を沈黙させたい。完全に沈黙させたいぞ。さあ夜になろうかというところになりますので、ここは一転した砲撃戦に移っていきましょう。さあ雷撃隊も出撃させていきましょう。さあ敵の戦艦を沈めておきたい。ここで完全に無力化しておきたいけど、どうだ。なかなか敵の艦隊も重いですね。空母部隊はちょっとここで待機だな。動かせないな。怖くてちょっと動かせないですね。夜間は。
さ、敵戦艦発見してるな。この戦艦部隊も叩いておきたいけど。ん、取り逃がしたくないですね、敵の戦艦は。まだまだ夜が明けるまでには時間がありますからね。ちょっと傷ついた艦艇は島の周辺に集めましょう。もうフルボッコだな、この敵の艦艇に関しては。魚雷攻撃でとどめを刺しましょう。硬いね、本当に敵戦艦硬い。ちょっと艦隊の再編をしましょう。動けない艦艇はちょっと横に置いておきたいので、それ以外の艦艇を集めていきましょうか。ここまではまずまずという感じかな。ちょっとここで空母部隊は止めましょう一度。さあ、夜が明けるな。敵の艦隊がどこに出てくるか。さあ、雨が止んだら偵察機を飛ばしたいけど、どこに敵が出てくるかちょっとまだわからないですね。では偵察機を飛ばしていきましょう。またまた必ずどっかにいるはずなんで。ちょっとまだ雨が降ってるかな。
さ、艦隊の再編がほぼほぼ終わったかな、これで。傷ついた艦はこれで撤退させていっているので、まあ、これ以上損害がね、出るってことは多分ないかなとは思います。なかなかね、雨が止まないですよね。よし、まあ、ただ海戦自体は勝利に終わったので、よしとし、まあ、防衛がなったっていう方が正しいですかね。敵艦は、だいぶ沈めてるな。第14艦隊は戦艦2隻。ミシシッピを取り逃してるんだな。ただ、敵戦艦で言うと、空母が、正規空母ワスプ1隻。あとは、戦艦4隻撃沈ですね。味方は、軽巡、駆逐艦ぐらいかな。戦艦クラスは全部生き残ったという形になります。敵連合艦隊はノルウェー沖に進行という話ですね。はい、というわけでマーシャル沖の戦いかなり苦戦しましたが、なんとかね勝利することができましたというところで、ちょっと今回短いんですが、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。